イエーイ。めっちゃお昼過ぎですけども、皆さん何してたんですか？今日はちょっと初めてのカラオケ配信をしたいっていうことで話してたんですけど、めっちゃ喉の調子悪い。感想か分かんなくて。いつもと声違くない？大丈夫そう？気のせい？それは開けてる？お仕事中だよね。そうだよね。じゃん、マイク付きイヤホンをさっき買ってきました。ついにずっと買わなきゃ買わなきゃと思いつつラス1ゲットしてきた。枯れてる？マジ？枯れてる？枯れてるか。枯れてるよね。あ、そういえば待って、今日ちょっと本当に唇のリップ忘れたからさ、唇の色が皆無なんだけど、これさつけれるかな。ちょっとめっちゃ具合悪い人みたいな、なんかこう加工とかできないのかな。リップみたいなできないよね。できないか。ちょっと血色ない感じの人になってますけど、今日は人生初のネイルサロンに行ってきました。じゃーん。昨日行ってた人生初の〇〇はネイルサロンでした。行ったことがなかったんですよ。あとこれ照明つくかな。壊れてる。リモコンみたいな。お、ついた。眩しい。ちょっと眩しすぎます。目がバグりそうな。あー、すごい。もうすっぴんみたいな色のなさですけど大丈夫かな。え、めっちゃ可愛いよね。じゃーん、ピンクにした。めっちゃ色悩んだんですよ。もうそう、これがいい。なんかね、探したの。めっちゃインスタとかでネイルって言って、あ、可愛いと思うのを集めて、だけどそう、難しすぎてノリで決めました。じゃーん、初、人生初ネイル、自分の爪に塗った。長さ足しはしなくて。めちゃ、お爪綺麗ですねってすごい爪綺麗ですねって褒められた。それみんなに言ってるのかな。そう、お姉さんが褒めてた。優しいお姉さんが爪を塗ってくれました。なんかさ、ネイルサロンどうやって過ごしたらいいんだろうって前話してたじゃないですか。めちゃくちゃ快適だった。なんかテレビをやっぱつけてくださってて、ずっとなんか映画見てました。なんか美容室みたいにすごい話聞かれちゃうかなって怯えてたけどすぐ終わった。でも暑すぎて UV、あのさ、光で硬化するじゃないですか。それがマジで熱すぎて、もう指ある、私の指あるってくらい熱すぎてさ、ちょっと次行くの怖いですけど、まあ、何食わぬ顔で映画見てたんで、心の中、え、私の指ありますか、熱ーって思ってたけど、まあ、我慢できるくらいではありました。待って、これ出せない。全然違いました。すいませんね。すごい有線のイヤホンなんて久しぶりに使う。なんか自分でもうずっと無線のやつだったから、マイクついてるよね。心配。何これ、すごい。おお。昨日インスタのストーリーで、え、声変かな。声変ですか。ちょっと違う。言われてみればくらい。全然そんなことないよって感じ。あ、いつも通り歌えないかもしれない。声が出ないかもしれない。持ってるわ、本当。持ってる、悪い意味で持ってるわ。いや、そう、みんなが歌ってほしい曲を
ぱいくれて、じゃん、ティッシュに書きましたティッシュに書きました。歌いたい曲全部歌えないと思うけど、かわちい都会の女です。ネイルサロンで爪をきれいにしてもらった私は、もう東京のサロンで、ネイルサロンで爪をかわいいと、ん？爪をかわいくしてもらいましたので、私はもう最強人気です。かわいい、じゃーん、わかる、本当に不意にえかわいいみたいな不意に爪見てえかわいいってなってる。なんか普通にこう過ごしててさ、ええかわいいみたいなテンション上がる、嬉しいです、イエーイ。もう髪も染めたし、爪もこんな可愛くしたし、もう準備は OK よOK よ。髪の毛ちょっとボサボサ、一方外歩いたから待って、唇気にしないでください。でもまあ何も塗ってない割には色ある方だよね。今日はナチュラルメイクって感じで見ててください。リップ忘れたっていうのはちょっと忘れておいてもらって、ちょっと念のためリップクリームを、バッグに入ってたりしないですね。はい、しないです。リップクリームだけ塗っておきます。うん、あ、お水持ってくればよかった。本当にソルティーライチ一気飲みした、さっき。暑すぎない？今日、まあ毎日暑いけど、飲み物まあ途中でいいかな。うん、いけるかな。飲み物持ってこようかな。持ってきていいですか？お茶、お茶取ってこよう。麦茶が飲みたいけど、いつになったら歌うんだいって感じですよね。ちょっとすいませんね、これつけてていいもんなのかな。30秒で帰ってくる。やっぱね、歌うっていうのは一番カロリーを消費しますから、水分が大事です。消されないかな。わーい何時なんだろう、時間がそんなにない。いや、何すごい、待って、あ、これそう、簡単にカラオケに切り替えできるのかな。何から歌おう、何がいいですか。でもやっぱこれってさ、フル尺じゃないですか。フル尺
普段リバーンとか歌ったことないからやば歌えねみたいなじゃーん、めちゃくちゃいろんな曲を。今14時44分じゃあ初めてのカラオケ配信、すごい。あ、なんか変わんのかなこれ。イヤホンつけて久しぶりに、え、こんな近いのマイク動かせるかと思ったら超固定されてる。あ、聞こえますか。ちょっとこれ近い、こうやって歌おうかな。みんなこうやって歌ってる気がする。じゃあ超席出るかも。何から歌おうかな。じゃあちょっといきなり元気な曲はあのあれですから、私がサムネイル公演で一番好きなあの歌詞がねすごい染みるなって思ったこの曲を。何リバーブって、リバーブとはすごい、アイドルが入ってる。誰もが目を奪われて、え、これはさあ、ちょっとこの曲入ってなかったですとかありえる。あ、ありました。それではチーム4サムネイル公演からこの曲をお聴きください。これどうやってやるの、え、なにこれ、すいません、これを歌いたい。ん？私何にも調べずに。ねえ待って、無理。これはどうやって歌うのかな？歌わせてください。なんかむずいんですけど、カラオケ機能難しいんですけど、これどうやって歌わせてもらえるんですか。あの歌わせてください。どうやって歌うのこれを。はい、そしてちょっと待って、どうしたらいい。こんなむずいのカラオケっぽいやりますってできないもんなのか。あの歌わせて、あのちょっとどういうこと、こうしたら見える、縦でしかできないことないよね。コメントでさ隠れちゃうんだけど、この曲を歌う、染みるなと思った素敵な曲です。待って、あの字もしも会えたら何も言わず思い切り抱きしめてあげる、泣いてる理由はわかるから、あなたはそんなに弱くない、悲しみの川渡れるはず、どんなに傷つき迷っても私はここで待
ありがとうございました。ありがとうございました。パチパチパチ、あのすごく歌いながら思ったんですけど、これ最初の曲にしては結構めちゃくちゃ終わり感すごいね。確かに終わり感すごいね。以上ですみたいな感じですけど、けどまあね、この曲はすごい素晴らしいですね。本当に歌いながら、歌詞いい歌詞だなって思いながら歌う曲ナンバーワンです。染みますね。なんかやっぱ普段歌わないパートとか不安になる。さあ、まあ時間もないのでね、次々行きたいと思いますけど、どうしよう、私何時まで配信できるかな、1時間できるかな、15時半とかまで。15時半までするにしてももう30分しか時間がないですけど、これさ立って歌っちゃダメなの、立って歌いたいわ。ちょっとあれ高さがあれか。上から目線すぎる。じゃあちょっと一曲立って歌ってみるね。あ、声聞こえない、普通にイヤホンつけてるだけじゃ聞こえない感じです。なんかカラオケとか普段行っても AKB の曲本当に曲も歌わないから、AKB の曲でカラオケしてるのがなんか新鮮な感じです。うん。そして楽曲を選ぶ。さあ続いての曲はあるかな、入ってるかな、ありますように。え、待って出てこない。え、お願いお願い、あった、縦に一回させていただいて、はい。それではこの曲もねよく歌ってましたね、皆さんもおなじみの素敵な、もうとっても歌詞がね泣けちゃういい曲です。それではこれ何て歌うのかな、それではお聴きください、どうぞ。
miss you, yes 忘れないよ君のこと。がらんとした広場でベンチに座り、ずっと僕の歌を聴いてくれたね、 yes 忘れないよあの出会いを。12月のことなのに昨日のように思えてしまうんだ。時は早足だね。これはうるさくないですか？大丈夫そう、これこの近さで。はい、ということで、ライダーをお聴きいただきました。ね、この曲が雫公園で、チメイトのね公園でやらせていただいてた思い出の曲です。懐かしいですね。エモくない？なんかこれ本当その時の公園ぶりとかに歌ったかも。エモ選曲ですね。ちょっと待って、毎回麦茶飲ませてくれ水分。そう、今ね、それこそオンデマ DMM で、あのリバイバル配信、私が選ばせていただいた過去の公演からリバイバルで懐かしい公演が見れるので、その雫公演の16人バージョンやっていた頃の、あれ見れますよね。そうそう、ぜひねご覧ください。当時の私のライダーがね見れると思うので、ぜひぜひ。公演の曲が続きましたけど、次はどうしようかな。ちょっとこの曲は一番不安なんですけど、こちらも懐かしい曲をね歌わせて、いただこうかなと思います。本当ね、歌ってみたんだけど、さっき初めて歌うみたいなところがさあって、ちょっとめちゃくちゃ土砂草に間違えると思うんですけど、まあカラオケあるあるだよねみたいな感じで、ちょっとはい、見逃してください。それじゃあこちら。すれ違って燃えてられない。
きしめたい見つめたい。ということで、岡部チーム A の楽曲からロマンティック準備中をお聴きいただきました。ちょっと2番とかで本当にこの曲も歌う機会がね、頻度があまり少なかったイメージなので、2番とかで難しいけど、うん、いや懐かしいですねチーム A 時代ね、赤の衣装がすごく印象的。コンサートと、確かに、あ、でも、そっか、言うて歌ってるかな。コンサートと、あと公演で最初の方やってたかな。うん、懐かしいですね。ちょっとお茶を飲みます。この画角やばくないですか？別に大丈夫そう。超上から目線で歌ってくる人になってるけど、まあそれもね、新鮮な声聞こえてる？声聞こえて、新鮮な感じのね、画角でいいんじゃないでしょうか。みんなちょっと音量注意です。私下がったり上がったり、ね、するんで、すいません、耳いからせてるかもしれない、申し訳ない。1,2,3 曲ね歌いましたけど、どうしようかな、次は何を歌うかな。ちょっとなんかゆっくりな曲歌いたいですけども、なんだろうな全然ないでした。じゃあこう全然元気だけど、今 MC タイムです。ちょっとお話何にしよっかな。 AKB しか歌ってない。ちょっとこれも歌えるか、まあ、心配なんですけど、カラオケって感じで、いや歌わせていただいてる身であれですけど、まあ、楽しく歌えたらなと思います。まあ、これもね懐かしい曲です。それではお聞きくださいませ。あ、間違えた。よっ、これは私のチームメイト福岡ツアーでやった思い出の大好きな曲です。世界中で一番綺麗な宝石をあげる。
唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。今まで君が守ってきたもの、僕たちが手に入れたこの愛は輝いてる、まるで記憶の宝石。熱すぎる12秒、ということで HKT48 さんの12秒を歌わせていただきました。お聴きいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、高めっちゃ高い。でも本当にこの曲大好きで、絶対福岡で全国ツアーがあるときはこれはやらせてくださいって絶対言うんだ、センターで絶対にやらせてもらうんだって強い意志をずっと昔から持っていて、で念願のね福岡ツアーで12秒をやらせていただいて、その後もチームエイトのコンサートとかで何回かやらせてもらって、すごい嬉しかったのを覚えています。なんか福岡ツアーを思い出しました、ね、当時見てくださってたコンサート来てくださった方とかもね、懐かしいってなったんじゃないでしょうかね。はい、ということで、ただいま14分ですから、お茶を飲みます。あと15分はできるかな。うん、エコー使った方がいい、リバーブってやつかな、今完全なしにしてるけど、ちょっと1位つけてみようか。さあ次はちょっと元気の高い曲が続いておりますから、でも元気な曲ばっかり私書いちゃってるな。あと何歌ってないかな。まあ15分あるからもう元気な曲しか私ないよ。まあ元気に今日は行きましょう。明るくね、明るくね、今日は行きたいと思います。じゃあ次は何を歌おうかな。じゃあこの曲で、もうこんなのみんな好きな曲です。これはもうね、みんなが好きなあの曲ですよ。はい、すごいキーもやっぱ下げれるな、ね、本当にカラオケだ、すごい。ではお聴きください。
ということで、キビハディと抱きしめちゃいけないを聞いていただきました。ありがとうございます。結構公演でやってた曲が多いですね、私選んでる曲が。みんな大好き抱きしめちゃいけない、いい曲ですね、いい曲、ありがとうございました。この前武道館とかでもねやりましたね。うん、さあということで、さあということでね、もう2、4、6、5曲歌いましたね。じゃあですね、どうしようかな。どうしようかな。じゃあこの曲いきましょう。え、どうだろう、まあみんながいつも聴いてる曲、聴き慣れた。まあね、一人で歌うことはないんでね、せっかくなのでカラオケで言っちゃいましょう。これはきっとちょっと歌えなかったらまずいくらいのあれですからね。エコーどう？いい感じかな。もう一個ぐらい開けとくか。それではお聴きください。続いての曲こちらです。それでは続いて歌でございます。
はい、ということでチーム4サムネイル公演でやらせていただいていると、すべては途中経過を聞いていただきました。この曲めっちゃ高いですね。普段歌ってるからこうやって、ああ普段歌ってるけどこうやって改めて一人でね歌ってみると高ってなっちゃう。ふカレンダーめくるだけで全てが変わるんです。そうなんです、ありがとうさあということで時間ももうあと少しですけどどうしよう、あと何曲歌おうかな。もうでもねもうですよ。なんかここですごい歌いたい曲があるけどちょっと歌えないかもしれないのでちょっとビビってる。これを歌ってみましょう。これもねリクエストすごいいただいて、あれあちょっとなかったです。あじゃあちょっとこれはなしということでどうしよう。なんか歌ってほしい曲ありますか。もう大体ねいい感じかな。見てる皆さん聞いて歌ってほしい。私が歌えるかどうかですけど、ジレンマ、ジレンマめっちゃいい曲だよね。私やったことあるけど歌えるかなあずっとずっとあり、未来の扉あり、みんな選曲が素晴らしい。おずっとずっと To be なんだっけなんて言ったっけ、あ、ジレンマないじゃん。ないんだ、歌えるかわかんない。なんだっけ、今な30分なのでじゃあ急ですけど最後の1曲にしよっかな。じゃあまあここにもね書いてたんでこの曲を歌いますね。あるかな。あ、ありましたありました。では最後にこの曲を一曲聴いていただきたいと思います。歌うのってすごい疲れるね。普段一人で歌わない曲をこうやって複数人で歌ってる曲を一人で歌ってると疲れますね。それでは最後にこの曲をお聴きください。あ、間違えた。I'm not afraid to die.
イエーイ。ずっとずっと聞いていただきました、ありがとうございます。はい、ということで、まあだいたい1時間くらい、合計何曲歌ったんだろう、2、4、6、7曲かな、ありがとうございました。え、楽しいね、カラオケ配信。ちょっと改めて歌うってなると、あ、合ってるかなみたいなことも多いけど、うん、ありがとうございました。なんか普段一人で歌うこと皆さんの前でないから新鮮な感じですね。楽しいね、ありがとうございました。本当にずっとカラオケ配信をやりたくてやりたくてって言ってて、やっと今日卒業公演2日前に念願叶ったので、よかったです、無事できて、ありがとうございました。うん、習得レベルアップ、カラオケ配信をできるようになりました。吉高電話レベルアップした。これイヤホンつけたまま配信します。ありがとう、こちらこそありがとうございました。すごいね、お昼見づらい時間でしたけど、遊びに来てくれてありがとう。いや、ということで、もう皆さんお仕事中？すいませんね。うん、まだこれからお仕事ある方頑張ってください。ファイト。今から頑張ってください。頑張ってください。サボってます、たまにはサボっていいです。サボりましょう、サボってまで見てくれて。今から学校頑張って、ファイトです。うん、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。そんな感じで今日のスクショタイムは、今日私と一緒にカラオケ配信を手伝ってくれた麦茶です。ちょっと口隠そうかな、色ないから見えない。ありがとう、ありがとうございました。ということで配信を終わろうかなと思います。すごい、これからイヤホンつけて配信しようかな、せっかく買ったし。うん、ランキングを読みます。13位ヨーラーさん、ありがとう。12位ジャニングさん、11位ひなちゃん、10位 R さん、9位オニオンナイトさん、8位コタンさん、7位わさっぴさん、6位ダブル流星さん、5位トリオエジさん、4位関西エイトシさん、3位タートシさん、2位アントニオイッチさん、1位はやちゃんさん、ありがとうございました。ありがとう、長い間見てくれてありがとうございました。それではまたね、また明日、じゃあね、バイバイ。これどうやって終わるんだ、これかな、 ありがとうございました、バイバイ。